はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともでございます。郵送じゃですね、45厚木、今日45は放送でしたね。ちょっとそっちの方は、まあ、途中から見たんですけども、まあ、なんで家電に化けてたのか、そういう理由も分かりましたけど、まだでも、もやもやする部分がある。もやもやしてる部分はあることはありますけども。